両国のメインに立つのは、今回は初めてです。初めてなわけですよね、はい、まあ、両国っていう舞台は経験がありますけど、はいはいはい、やっぱりメインっていうのはやっぱり格別の感があったのではないかなと思うんですけど、はいはい、その辺はリングに上がったこの時点ですね、はいはい、開始前でございますけど、はいはい、いかがでしたか。いや、普段とあんまり変わらなかったですよ、気持ち的には。うん、あんまりぶれないというか、はい、もちろん会場が広いんで、それなりの発散するエネルギーはいつもより多くなきゃダメだなと心がけてましたけど、うん、でも心がけとしてはあまり変わってないですね、普段と。いや、めちゃ落ち着いてますね、じゃんね。いや、普段から緊張というか、もうそれだけテンション上げてやってるんで、毎試合。あ、だからこそあんまり変わらなかったですね。あ、じゃあ今までの積み重ねによって、うん、はい、慌てることなくです、ね、面を迎えることができたというわけですね。うん、ありましたね。今のシーンは、まあ、ちょっと精神統一を図っているんですか。そうですね、はい、まあ、いい感じの衣装だなと思って今見てました。じゃあもう一回見てみましょうかね。すげえかっこいいなと。かっこいいですよね、これね。絵にあるな、うん、これポートレートとかで売ったらね。いや、いいな、いい光加減だな。左上にね、恭平さんもちらっと、うん、出てるんで。いいですね、いいですね、これね。右のサポーターもちょっと出てる感じが。そこまで目に行きます。たまんないですね、はい、これは。まあ、絵になるな。絵になりますよね。まあ、こうやってね、はい、沢間選手と対峙した時もね、こうやって精神統一を図っていたわけでございますけども、はいはい、で、まあ、試合が始まってですね、うん、結構沢間選手がですね、序盤からスタミナを奪うことにね、はい、こう重点を置いてきてですね、はいはいはい、もうこれ見てて、これ上から体重乗せられて、うん、さらに首絞められてると相当厳しいだろうな。いやー、ここぐらいからちょっとペースをあっちに持っていかれてましたね。はい、完全に同時面も入ってますからね。入ってますからね、うん、いやー、このやっぱり中盤まではちょっとペース握られたかなっていう感じですか。うん、確実に握られたと思います。で、こういうスリーパーで体力も消耗されてたんで、うん、やっぱ体力ない状態でスリーパーは一番もう本当に意識朦朧としちゃうんで。ですよね。ちょっと2回ぐらい多分ちょっと危ない部分ありましたね。うん、はい、これまでシングルでやった沢間選手とちょっと今回違うなと思ったようなところってございました。はい、それともいつも今まで通りだったのか。そうですね、伊賀さんあんまり人に興味がないんで、そこまで今までどんなんだったかもあんまり当日を迎える時は忘れちゃった部分はあるんですけど、やっぱりでも僕よりやっぱ大きい舞台は経験してるから、そこはうん、やっぱり意地はあったんじゃないですかね。あ、はい、相変わらず人に興味ないですね。いや、興味ないんです。だから大変ですよ、ね、レッサーパンダだけですね、興味があるのは、ね、レッサーパンダだけです。本当にね、懐かしい。まあ、そういう感じでちょっとね、はい、序盤から中盤ぐらいまで攻め込まれるシーンがあったんですけどもね、はい、まあ、そこから、挽回してまいりまして、はい、やっぱり、距離を取って戦った方が自分のペースに持っていけましたかね。うん、そうですね、やっぱりずっと接近戦だと力ありますからね、やっぱり投げるだとか、うん、そういうものに関してはかなわないと思ってたんで、僕はやっぱり間合いだとか、うん、プロレス的な総力でもうかけるしかないなと思った。うんうんうん、まあ、それはまあ常にそうなんですよね、うん、僕が対戦相手、まあ、確かに距離近いといつ投げられるか分かったもんじゃないですかね。いやいや、沢間さんの場合ね、ナチュラルパワーですから本当に。で、実際投げられるし、はい、投げられた時の衝撃はもう本当に、いやー、本当そうだと思いますよ、うん、はい、これまでもね、食らってはいるんだけども、はい、やっぱり食らってしまうとやっぱりもうそれだけで動きが止められてしまう、はい、完全に流れ持ってかれますからね。うん、はい、なので宮原選手はああやってね、距離を取った攻撃をね、はいはい、狙うわけでございます。で、まあ、終盤にかけてはね、はいはい、もう膝、もう自分の本当ね、はい、なんていうか守護神のようにもう膝を連発しておりましたよね、本当にね。これいい感じの胸筋ですね、なんか腹筋の横腹あたりが。多分カメラマンの腕がいいんじゃないですかね。いや、じゃあ僕がいいですよ。被写体がいい。カメラマンの腕がいいですよ、これ多分。いや、すごい、左、見てください、この左腕の、この三頭から脇腹にかけてのこのいい感じですね、これ。さっきのテイクドロピックもちゃんとこうね、両手が広げてるとこちゃんと、はいはい、あれカメラマンの腕がいいんじゃないですか。カメラマンと宮原の総合力ですね。総合力ですね。はいはい、こんな感じで、ね、になりますよね。いいですね、はい、で本当にいいですね。新速開けましておめでとうございますみたいな年賀状にしましょう、これ。じゃあこれ年賀状で使っていいですよ、これ。全然、はい、使ってください、本当に、はい。で、先ほどのね、2位ももう本当素晴らしいわけでございますけどもね。いいね、まあ、そうやってやっぱり打撃で追い込んでいくと、はいはいはい、もう対スアーマは、うん。そうですね、やっぱり膝がもう本当に、まあでももう今年は膝がかなりもうチャンピオンになってからポイントになったのは間違いないんで、うんうんうん、それを自分の武器に2016年できたかなっていうのはあります。そうですね、はい、もうファンの間でも宮原健人といえば膝のね、はい、攻撃だっていうのが本当定着しましたしね、うん、けどなんか
やっていくうちにその自分に合った技ってほらレスラーの方って見つけるもんじゃないですか。多分ねキャリアを始めた頃はまさか自分が膝を得意技するなんていうのは多分想定もしてなかったじゃないかな。ですね。ですよね、はい、やっぱ自分に合わない技ってなんとなく使わなくなってるなっていうのは確かに振り返ったらありますね。いつぐらいからあ自分は膝使ったらいいんだっていう風になる。今年です。本当今年です。本当今年やってから今年ですね。へ自分の本当に今年ですね。それなんか試合の中でこう気づきがあったんですか。そうですね、なんか試合の中で、うん、自分に合ってるというか、うんうん、すごく自分にすごくスッと入ってきたんですよね。はい、体型に合ってるのかもしれないですね。かもしれないですね。その足のあの長さとか、はい、そのリーチの長さとかあと体つきとかが合ってるっていうのもあるでしょうね、はいはい、だからこそああやって絵になるわけですしね、はい、まあそうやって須山選手を追い込んでいったわけでございます。はい、そしてこのバックドロップ。すごいですね。これ本当ですね、角度としてはベストでございました、ね、あ本当ですか、あそれをカウント2で返したという。いやかなりこのバックドロップは受け手側としてもかなり、うん、やっぱ外から見たらえぐいだろうなと思いながら、うんうん、きつかったですねかなり、うん、しかもこれが本当終盤もう20分を経過してくる、はい、ところですからね。だからここはやっぱりこれだけ先ほどのラリアットとかこのバックドロップが食らっても、はい、まあ、もしかすると2月の、ねはいはい、ベルトを巻く前の時点では返せなかったかもしれない、うん、やっぱりこの9ヶ月間ね、はいはい、その三冠チャンピオンとしていろんな選手とやってきて、はい、いろんなタイプの選手とやってきてやっぱり体の耐久力が上がったなというのは、うん、僕らは見てて思うんですけど、はいはいはい、ご本人はどうですか。うん、そうですね、それもありますし、うん、総合力がやっぱ自信がありますからなんか、うん、そこまで行ってもその後自分はいけるんだっていうのはありますね、うんうん、そこは自信ですね。じゃあね、そうですね、はい、もう打たれ強さとかはやっぱりもうもうこの世界に入ってからの鍛錬しか多分僕はそれしかないと思ってるんで、はい、やっぱりそういうものの積み重ねが今に生きてるのかなと思います、ね、うんうんうん、だから須山さんもねその復帰した後にその、まあ、ずっとやってきて、はい、そのこの数ヶ月やってきてやっぱその中で須山選手の出す技をこう自分の体に刻み込むことによってやっぱ耐久力をつけるっていうのはあるじゃないですか、はいはい、そうですね、やっぱそれありますね、うん、だからその積み重ねがこの両国で生きたんだなって見てて思いますね、はい、あそうです、それあります、なんと先ほどのバックドロップもカウント2で返すというわけでございますね、うん、そして、最悪そこをしのいで最後はですね、完全無欠の、ね、シャットダウン式ジャーマンで行くわけでございますけどね、はい、これは手応えどうでしたか。ご自身、いやまあもうこれが決まれば、うん、もう僕の勝ちだっていうのはもう自信を持ってるシャットダウンスープレックス技なんで、はい、もう自信満々で、もう出した時点で、はい、決まった時点でいけたと、はい、もうこのやっぱり自分のブリッジに自信を持ってるんで、うん、はい、まあ、あれほどバンバン投げられてもしっかりブリッジをね、うん、できるあたりが、ね、スタミナあるなと思いました。本当にいやでもまあもう大変でしたでも、うん、はい、これはご自身的にはどうですか。このこれはね、ポイントとしては右腕の前腕のあたりがいいですね。右腕、あ左腕これこの写真で右腕見えたら相当なもんですけどね、はい、左腕の前腕あたりは素晴らしいですね、うん、いい、このあたりの筋肉はいい、うん、表情もいいですね。表情いいですよね、僕の表情は、はい、はい、こうやってねがっちり、はい、シャットダウンを決めて、これで3カウントダッシュ、なんと26分21秒と、はあ、そうですか。そうなんですよ。何やってんすか。25分を超えてしまったというわけでございました、ね、大変ですね。いやだからまあ2人ともスタミナのお化けだなと思いました。本当に大変です。もう本当意地と意地ですからね、うん、本当そういう勝負だったと思います。意地張り合ってるうちに自然ともう25分が過ぎちゃうってやつですよね。本当っすね、うん、まあ、こうやって須山選手に、まあ、本当シングルで初勝利、初勝利ですね。これ僕それ聞いた時にえっと思って、はい、あ本当ですか。僕もうすでに1回ぐらい勝ってるのかと思ってたら実は勝ってなかったんですよね。ないです。それだけにこれはもちろん三冠防衛っていうのもありますけど、はい、須山選手にシングルで勝ったっていうのはやっぱ大きいですよね、うんうん、自信にはやっぱなると思います、これから。うん、それはあると思いますね、うん、でこうやってベルトをですねなんと小林さんに巻いてもらうと、はいはいはい、しかもねドリーさんもねこうやって見てる。そうですね、あんまり疲れたから覚えてないですけどこの辺覚えてない、覚えてないですね前にドリーさんなんかベルトの巻き方緩い人が巻いてんなと思ってもうちょっと締めてくれよと思いながら小林さんのベルトの巻き方緩かった、緩かった。京平さんもっと言ってくんねえかなと思って。いやだから京平さんこれ手伝って贅沢だなこれ。そうあの、うん、小林さんがやってるとなかなかこうあのベルトががっちり来なくてで見かねた京平さんがこれあの手伝ってるってことで ありがたい光景ですねこれね。若き三冠王者ドリーファンクジュニア小林健太和田京平に囲まれるっていうシーンですよ。これモテてますね。モテてますよこれ本当に。い
いや素晴らしい、ね、これ本当素敵な写真ですね。でもこれ本当にあ年賀状使っていいですよ。いやなんか伝わらなんかいい僕だけでいいわ、はいね、そしてもちろん名イベントでございますから、はい両国という、ね、大会場でその締めをやったわけなんですけど、これまでねその宮原さんそのベルト前ってその行く先々でね、はいはい、最後みんな最高ですかってやってたのを、はい、今回初めて両国でやったわけじゃないですか、はいはい、あの時のご気分はどんな感じでしたか。まあその時はもう感謝を伝えたかったっていうのはあるんですけど、うんまあ、まだまだだなっていうのは僕の中で感じたましたね。まだまだというのは、うん、まだまだこのもっと行かなきゃなっていうのが直感力でしたね。ここのマイクしてる時は、うん、僕がもっと目指すところはもっともっと僕がここから見渡す風景ってのはまだちょっともっと上だったんで、うん、やっぱりまだまだ満足せずにやんなきゃなっていうのはこのマイク中は思ってました。実は冷静になるほどなるほど、はい、結構冷静だったんですね。いや意外と冷静でしたね、うん、はい。もっと上というのはもう単純明快にもっとお客さんをもっと、うん、そうですね、もっともっとこうデッドヒートするようなお客さんがもうワンヤワンヤ言うような、うん、それをやっぱり今応援してくれてるファンの人もその方が絶対嬉しいでしょうし、だからそういう部分でももっとこうそういう部分でも背負いたいなと思いましたね。あけどやはりねその広い会場でね、はい、その最高ですか最高ですって言った後、はいはい、一回ひっくり返ったじゃないですか、はいはいはい、あのあたりはなんか結構ね、はい、解放された気分になったんじゃないかな。いやーなんか確かに聞こえないなーって言って寝っ転がって、ねうん、皆さんがもう一回もう一回とか検討検討って言ってくれた時はすごく、はい、なんかすごく地に足ついて幸せでしたね。うんなんかすごくあこういう気持ちになることってあるんだと思って初めて人生で経験させてもらいました。やっぱりねあれはずっとねそのお客さんとね、はい、一体になるためのね、はい、あのこととしてずっと地道にやり続けてきたことが、はいそうですね、ようやく今回そのね両国会館という大会場でより多くの皆様とまた一体になることができたということ で、はいでね、これもまた今までの積み重ねだったんじゃないかな。そうですね、うん、まさに最高でしたね。本当に本当に最高だった、はい、これはもう本当にもう心からも最高と、うんまあ、あの時点でのね、まあ、日々最高レベルは上がってますけどね、はい、その時点では最高だったと思います。2016年11月27日の時点ではその時点が最高だったと思います。それを宮原さんも味わえた、はい、よかったじゃないですか。ありがとうございます。よかったです、ね、よかったです、はい、まあこうしてね本当に、うんいい形で、両国大会を、締めくくったわけでございまして、はい、シュープロさんでは今週表紙になっておりまして、おありがとうございます、はい宮原イヤーに誉れあれと、はあはい、これも年賀状いけますねこれ年賀状いけますね宮原イヤーみたいな、はい、どうでしょうご自身も今年は宮原イヤーだったなっていう実感ございます。いやでもどうすかね。やっぱり僕常にもう満足することがなかなかないんで、うん、まだまだっていう気持ちで行ったんでだからあんまりそういう意識はないですね。うーん、はい、だからそれは第三者が決めることだなと常々思ってたんで、人それぞれ見え方が違うんで、宮原嫌だったと思ってくれる人多ければ嬉しいなってなりますね、うん、けどこれまでのキャリアの中ではこの2016年という年はやっぱり今までで一番良かったですよね、はいはい、いろんな意味で、うん、そう、まあいろんなトータル的に見たら分かんないです、ぶっちゃけ。あ、そうですか。トータル的に見たら分かんないです。うん、だって三冠は取ったし両国のメインでも勝ったし、はいはい、ね、はい、自分のねその名前も浸透してきたし、はいはいはい、言うことない年だったなと思うんですけど。いやまだまだですねまだまだですまだまだです。宮原イヤーはこんなもんじゃないです。あっていう本当に感じなんですよね。うん、うん、もうそんなに満足できないもんですか。何なんですかねこれは、満足しなくていいんですかね本当に。いやちょっとはしてもいいんじゃないですかね。なんかダメですね。自分に何かご褒美あげた方がいいですよ。自分にご褒美は本当ショートケーキのしか食ってないですよ。ショートケーキショートケーキちょっと3個くらい食べましたよ。ショートケーキ3個食べたんですか、はい、それで終わっちゃうものなんですか。もう始まりますから試合が。あ、いやもう本当先を見続けるしかない。そうですね、うん、今と先を見ながらやっていきたいなっていうのは変わらず地道にやっていきたいですね、うん、やっていきたいと。